アマノの起源は、イタリアルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティントレットが1575年から1580年頃に制作した絵画である。主題は、アマノの誕生にまつわるギリシア神話の英雄、ヘラクレスと女神ヘラのエピソードから取られている。ティントレットの代表的な神話画である、本作品は、一般的に神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の、 発注によって制作されたと考えられており、オルレアンコレクションに所属した後、アイルランドのダーアンリー白爵ブライケのコレクションを経て、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されていた。シケリアのディオドロスによると、ヘラクレスの母アルクメネは、ヘラの嫉妬を恐れ、生まれたばかりの赤子を野に捨てた。しかしヘラがこの近くを通った時、お供をしていたアテナは赤子を発見してその資質に、 脅威を感じ、赤子に母乳を与えるようにとヘラに頼み込んだ。しかしヘラクレスが赤子とは思えない力でヘラの乳房を掴んだので、あまりの痛さに女神は赤子を突き放したが、赤子が母乳を飲むのを見たアテナは、彼をアルクメネのもとに連れて行き、育てるよう進めた。いくつかの文献は、天の川の起源がこのエピソードにあると主張している。それによるとヘラクレスに父を与えるため、 ヘルメスは彼を眠っているヘラの神女に行って吸わせた。しかし吸う力があまりに強く、ヘラは激痛で目を覚まし、ヘラクレスを払いのけたので、たくさんの母乳がこぼれ、天の川になった。この物語が芸術作品の主題となることは稀だが、アレッサンドロ・ビットーリアによって、トンマーゾ・ランゴーネを記念するメダルの裏に彫刻されている。また後に、 フランドルの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスや彫刻家、ヨハンニ・ニクラス・ビストレムも、同じ主題で作品を制作している。発注主とされる神聖ローマ皇帝ルドルフ2世、トン・マーゾ・ランゴーネの、メダルメダルの裏に描かれたゼウスとヘラクレス、ヘラの図像1831年に、オルレアンコレクションから絵画を購入した第4代、ダーンディ・ハクジョンブライ。1781年から1831年。 トーマス・フィリップスが、マウント・スチュワート所蔵。ティントレットの電気作家としても知られる画家、カルロリ・ドルフィによると、ティントレットは、コーテール・ドルフ2世の発注で神話をモチーフとする、グーイ画の連作4点を制作し、そのうち3点がヘラクレスに関するものと述べているため、本作品はその中の1点ではないかと、考えられている。発注主に関するとなる説では、 トンマーゾ・ランゴーネとの関連が指摘されている。この人物は、医師、先生術師であり、パドバ大学で学んだ後、モデナ・マントバの宮廷で働き、ベネツィアで薬を販売して、財産を築いてからは、パトロンとして、建築の改修に資金を提供したり、芸術家に仕事を依頼した。トンマーゾは、ティントレットとも密接なつながりがあり、聖マルコ同心会館のために、 聖マルコの奇跡に関する一連の作品を発注している。そこで本作品もトンマーゾに発注された可能性が指摘されている。ティントレットは雲の上のベッドに横たわって眠るヘラが妖人のヘラクレスに授乳する場面を鮮やかな色彩で描いている。宙を舞うゼウスによって差し出されたヘラクレスはヘラの乳房を口に含んでいるが彼の数値からが あまりに強いためにヘラは驚き、両の乳房から母乳を吹き出させている。この場合、眠るヘラに授乳させているのは、ヘルメスではなく、ゼウスであり、そのことは、画面中央を飛翔するワシによって表現されている。ワシはゼウスを表す、典型的なアットリビュートであり、その両足に、ゼウスの雷であるケラウロスを掴んで運んでいる。対して、 画面左端に描かれているクジクはヘラを表すアトリビュートである。ヘラは真珠をあしらったブレスレットと頭飾りを身につけている。また彼女のベッドにも多くの真珠があしらわれている。ヘラの左のチブサからこぼれた母乳は天に昇って天の川の星になり、右のチブサの母乳は地上に落下している。本来、この作品のキャンバスは 現在の正方形に近い形ではなく、縦に長い形をしており、テントレットは画面の下部で地上に落下したヘラの父からユリの花が生まれる様子を描いていたが、画面の火薬3分の位置が切り取られて残っていない。しかし絵画が切断される以前のオリジナルを模写したと思われる作品がドイツのプライベートコレクションに残されているので、本来の姿を確認することができる。 それによると失われた部分では生い茂る草花とユリの上に横たわる大地の女神の姿が描かれていた。この植物の痕跡は画面右下にわずかに見ることができる。おそらくティントレットは10世紀にコンスタンティノス7世のために編纂された農学と植物学の書、ゲオポニカに引用されているカシアヌス・バッススの神話のバージョンを知っていたと思われる。この書はイタリア語に翻訳され、 16世紀半ばに、ベネツヤで印刷された。そこではゼウスはヘラクレスに不死を与えるため、眠るヘラに授乳させようとしたが、カシアヌースによると、ヘラの母乳の内大地に落ちたものは、ユリの花になったと言われている。したがって、本作品は、天の川の誕生だけを描いているのではなく、正確には一枚の絵に、天の川とユリの花の二つの誕生を描いている。ティントレットが、 ゲオポニカに基づいて制作した理由は、本作品がトンマーゾンの発注で制作されたと考えたときに、説得力のある説明ができるかもしれない。医師であり、先生術師であったトンマーゾンにとって、天の川の起源の主題は重要な天文学と植物学を反映し、加えて医学の具意として機能する可能性がある。特にゼウスがヘラクレスに節を与えようとする主題は、 トンマーゾの長寿に対する関心と関係がある。アクロバティックに宙を舞うゼウスやプットウの構図は、ティントレットの特徴がよく現れている。初めて大きな評判を得た、奴隷を救う聖マルコで劇的な構図を用いたように、ジョルジョーネに代表されるような、それまでのベネツィア派の静けさが漂う、牧歌的な作風はティントレットには見られない。画家はまた、プットウたちに編み、鎖、 対明弓矢を持たせることで、偶意的な意味を画面に与えている。天の川の起源は1648年のプラハの戦いによる略奪で、スウェーデン軍に持ち去られた後、女王、クリスティーナのコレクションとなった。絵画は1724年までにオルレアンコレクションに加わり、パリのオルレアン公フィリップ一世のデータクパレロワイヤルの古外に飾られている。 オールレアイコレクションがイギリスに持ち込まれた時、美術史や美術賞のマイケル・ブライアンにわずか5ニーで売却された後、1831年に第4代、ダーンリー・ハク・ジョンブライによって購入された。ダーンリー・ハクが購入した絵画は他にも、キツヤ・ノベチェッリオの、男の肖像、エウロペの略奪、ヴィーナス・とアドニス、パオロ・ベロネーゼの連作、四つの愛のグーイなどが知られている。 これらの絵画は、ダーンリー博の所有するケント州、コブハムのコブハムホールで飾られた。絵画は、半世紀以上の間、ケントに泊まっていたが、1890年に、第6代、ダーンリー博ジョンブライによって、ロンドンのナショナルギャラリーに1310ポンド10、シリングで売却された。ダーンリー博爵家が所有した絵画は主に以下の、作品がある。ありがとうございます。